皆さん、こんにちは。こんばんは。こんばんは。ということでね。まあ、ちょっとってか多分もう半年ぐらい前だと思うんですけど、半年ぐらい前かな。一時期、もう僕がね、手と足にものすごい出来物ができて、で、まあ、2チャンネルとか、いろんなところで拡散されてですね、なんか加工画像とか拡散されて、ちなみにこれは加工じゃないです。この画像は加工ではありません、ちなみに。この画像は、本当にガチなんですけど、でなんか、2チャンのまとめサイトとかで、背中にね、こう、まあ、ちょっと説明するよ、ちょっと見した方が早いか。ちょっと待ってね。ちょっと画像を見せますんで。画像を見せます。その当時の、うん。ちょっとね、画像を見せた方が早いと思うんで。ちょっと待ってください。ちょっとめんどくさいんで、ニコ生デスクトップキャプチャーで。キャプルか。範囲適当になっちゃうんですけど、許してください。まあ、このような感じで、まあ、関慎吾、まあ、HIV とか、あとは梅毒とかで検索してもらうと出てくると思うんですけど、なんかね、2ちゃんのまとめサイトに拡散されたんですよ。結構有名なとことかにも。で、他にもなんか他のサイトで拡散されたんですけど、多分半年ぐらい前だったかな。結構前に騒がれたやつ。こういう風に。まあこんな感じでですね。ちょっとこれを見てください。こんな感じで、衝撃、有名ニコ生主の関慎吾が、梅毒に感染した可能性が、本人は否定し病院に行って検査してきたっていう、こういう感じで、まとめられてたんです。まあ、ちなみにこの時は病院って言っても、総合病院に行ったので、性病の病院には行ってないんです。性病科には行ってないので、だからそういう意味では、ちゃんとした検査はしてないんですよ。うん。まあ、当時の、この、あれですね。ちゃんとした検査はしてなかったんです、今まで。うん。で、それで俺が当時言ってたのが、手と足にまだこのもうボツボツみたいなのができて、これは本当に加工じゃないです。これはガチの画像なんですけど、で、その時俺が放送した時に、これニコ生でやってたのかな。ニコ生でやってた時に、こう、点々がめっちゃ出て、それをなんか見せたんですね。こういう風に。で、あ、ふわってで配信したのか。12日、これ何月何日だったっけな。10月12日、2017年の10月12日らしい、ね。で、半年ぐらい前です、ちょうど。まあ、こんな記事とかが、書かれて。で12日ふわっち配信で関慎吾がだいぶ良くなったと報告していた。一週間前には40度以上で、そう、40度以上の高熱がこれ出て、実際僕は病院にも行ったんです。これ40何度とか出て、高熱も出て病院で点滴を受けていた。手足や口には、湿疹、発疹が出ていた。できていた。関慎吾は医者に言われて手足口病になったというが、放送を見たリスナーは梅毒になったのではないかと見ていたと。うん、ちなみにこれは、ちゃんとした検査はしてないです。この時に僕は総合病院に行ったんです。皆野病院ってところがあって、僕ん家の近くに、近くっつっても、まあ、車で行けば近いぐらいなんですけど、まあそういう近い病院があって、そこで、土曜日かな？土日のどっちか、多分土曜日だと思ったんですけど、休日に行ったら、皮膚科のね、担当の人がいなかったんで、担当の医師がいないので、ちゃんとしたまだ検査ができないけど、症状を言ったら、まあ、多分何かのウイルスに感染されて、
で、そういう、こういう状況になってると。だからそれを、なんかこう、抗生物質みたいなものとか、熱を冷ます薬はね、なんかこう、処方されて、ちゃんとした検査はされてないんですよ。でもこれ、なってから実際多分2週間ぐらいかな。2、3週間ぐらいだった気がするけど、完全にこう、完全にってかちょっとは残ってるんですけど、ほとんど引いたんですよ。この失神とか。で、熱はね、多分4日とかそんぐらいでなくなった気がする。よく覚えてないけど、多分4日ぐらいとか、5日ぐらいとかで、平熱に戻って、で、手と足がめちゃくちゃ痛かった。ほんと歩けない。手で、なんか、物を持てないし、で、歩くこともできないんですよ。歩くと、自分の体重が、自分の足にこう、かかってしまって、で、ここに出来物ができてて、これめちゃくちゃ、これね、この、何にも触れない状態でめちゃくちゃ痛いんですよ。めちゃくちゃ痛いの。めちゃくちゃ痛くて、マジで歩けなくて。てか、もう、普通に、歩く歩かないの前に、もう、手と足に熱を持って、しかもめちゃめちゃ痛いんですよ。めちゃくちゃ痛くて眠れないの、もうどこに触れなくても。どこに触れなくても、あれなんです。で、これ、一応ね、最初に断っとくとか言っときますけど、これは、加工ではありません。この画像は加工ではありません。で、この手の画像と、あとこれ、この足のこの画像も、これも加工ではありません。これ本当に加工ではありません。で、これは加工です。これは加工です。これは、2チャンネルとか、まとめサイトとか、有名な掲示板に、僕のおそらくアンチと思われるものが、これを、画像加工して、この背中は嘘なんですよ。これは、アンチに勝手に加工されて、で、それで2チャンに貼られたんです。そうすると、なんかこう、いろんな記事になっちゃうぐらい、ネットのちょっとニュースになるぐらい、あれ、ハルヒだ、みたいな。まあ、僕もともと親の金とかしたっていうんで、FX でね。ネットでそれでちょっと一躍有名になった部分があって、それでなんかいろんなとこに拡散された時に、ついにあいつが、ね、梅毒やエイズになったのか、みたいなこと言われたんです。この背中のは加工です。で、加工されたのが、半年前ぐらいになんか、いろいろやられたんですよ。で、それを見て僕がね、2ちゃんを見たら画像加工されていた何もなかったと言うっていうこう記事になってるけど、これを、なんかそういうね、加工されたっていうのを受けて、俺は背中のはね、これ加工だと言ったんですよ。で、その証拠としてちゃんとこうやって背中を見せた。背中をちゃんと見せたんです。ほら、ね。背中は本当に加工なんですよ。で、前も何もなってない。でもこの手と、この足は本当なんですよ。あと熱は本当なんですよ。で、一時期すごいなんか、みんなから梅毒だとか HIV だとかすごい言われたんですけど。まあその結果なんですよ。で、それ今までちゃんとした、そういう性病検査みたいなことは一回もしてこなかった。してこなかったんですけど、これがですね、してきたんです。この前。この前っていうか、つい最近なんですけど。で、いつだっけな。4月の4日に、実は検査をしてきたんです。実は4月の、今月の4月の4日に僕は検査をしてきた。で、それでそう、新宿にいるって言った日は、あの日は、その検査結果を取りに行く日だった。4月4日に検査をしてきて、で、この前さ、何日前かな？ 2 日前、3日前、もっと前か。5日ぐらい前だっけな？ 4 日か5日前ぐらいに、新宿なんでいるのって聞かれ、新宿で僕は配信して、なんで配信してるか言えないけど、後で言うよって言ったのは、実はこのネタをいつ出そうかと思って、もう検査結果みたいなのは、もらってたんですよ。もらってたんだけど、まあこれを配信のネタに使おうと思って、まあ、ニコ生のクリショーにしようか、それともリスナーを狙うときにしようかと思って。だから 今日一応リスナー取れるかなって感じなんで、あ、ここでいいやと思って。まあ、わかんない。これ取れなかったらもう次のネタこれ使えないから。だから、これでさ、もしリスナー取れなかったらもうネタ使えないじゃん。次、もう結果みんな知れ渡っちゃってるから、今ほど破壊力ないと思うから。そう。だから、ここぞって時まで取っておいたんです。そうなんです。まあ、ちなみにこの記事、最後まで見せます。ちょっとは引っ張らせてくださいよ。ね、えつだって、ちょっとはさ、引っ張らせてくださいよ。ここまでね、ちゃんと証明、皆さんに、こうやって、実際どうだかったって、僕これが証明するんですよ。
こんなのプライベートなことなんで、別に皆さんに報告義務もないのに、ね。もし仮に僕がそうであっても、報告義務がないのに、皆さんに発表するんだから、これぐらい引っ張るぐらいは良くないですか？で、これ、検査したのに俺お金かかったんです、これ。無料のところで、あのね、できたりもするんだけど、わざわざお金かかるところでやったんです。まあ、なんでわざわざお金かかるところでやったかっていうと、なんか無料のところってさ、なんか、多分保健所とかそういうところでやるだろうから、なんか違うようなジャンルのお客さんとかもいると思うから、なんとなくこう、恥ずかしくて、なんかそういう病院だと一応専門な店だ、あ、専門な店っていうか、専門な病院だから、なんとなくなんだけど、そういう保健所無料で行くのがなんか恥ずかしくて、病院の方がなんか行きやすかったから、ちょっとお金かかってもいいやと思って、病院に行ってきたんです。はい。一応お金かかりました、これ。うん。いや、店ってか、あの、店間違った、あの、病院です。はい。ちょっとぐらい引っ張らせて、ちゃんと発表します。ちゃんと発表しますけど、結果はちゃんと発表しますけど、少しぐらい引っ張らせてください。はい。ということですね。あ、三島さん。あ、ありがとうございます。風船。で、まあ一応ここの記事を、読みますと、これは手足口病と言っているのに人の言ったことを信じない。熱や病院行ったことが嘘扱い。いや、これ本当に言ったんですよ。あの、そういう専門のとこは言ってないんですけど。うん。手足を見せると性病とやれる。リスナーにはあなたたちの脳の病気が半端ない重度の精神病と起こっていたと。うん。ミナノ病院行って、医者には検査してもらったという、ちゃんと見てもらい、薬は処方されている。検査は血液検査して、喉に菌みたいなのがあって、扁桃腺が荒れている感じ。そこの菌だけが普通の人の何百倍か異常な数値を叩き出したという、それ以外は一切異常がないと。うん、まあそんなことを言ってたんですけど、これってでも、僕もちゃんと調べたんですけど、これって性病の検査ではないみたいな、ちゃんとした性病の科のね、検査じゃないと、その実際そういう性病なのかどうなのかっていうのはわからないらしくて。で、ちゃんとした、こういうやつをやってなかったんです。リスワン狙いの釣りタイトル。いや、釣りじゃない。本当だから。釣りじゃないから、これ。本当だから。うん。ちゃんと病院に行ったの。じゃあ、これ見せましょうか、まず。うん。じゃあ、ちゃんと見せます。釣りじゃありません。本当です。じゃあまずじゃあどこの病院で検査したかっていうのをちゃんと見せますんで、うん、はい、この様子を見てください。はい、新宿駅前クリニック。あれピントが合わない。おかしいな、ピントが合わない。ちょっと待って、電気つけるか。暗いからピントが合いにくいですね。はい。ちゃんとやってきました。で、ちなみにね、ちょっと待ってね。はい、ちゃんと。はい。この新宿駅前クリニックのカードもあります。ちょっとここね、なんか、暗証番号みたいなのがあるから、ここ一応ね、念のため隠しとくけど、ちゃんとして、こうやってほら、診察券も作ってきました。ちゃんと。はい、本物ですよ。本物です。ね。はい。ちゃんと新宿駅前クリニックって書いてありますよね。診察券。はい。あ、ちなみにこの席ってのは、この席は、僕の本当の席ってこの字なんですよ。うん。戸籍上はこっちの難しい席で登録されてるんで。そう。あの、簡単な関所の席の方は、あの、昔ね、あの、銀行とか作るときに、本当の席の方が、あの、検索して出なかったんで、いつも簡単な席の方を使ってるんです。そう。本当の席はこの席って、なんですよ。はい。戸籍上のね。はい。
で、はい。新宿駅前クリニック。新宿駅前クリニック。ね。ちゃんと検査してきました。じゃあ、これ本当にね、マジです。すっごい言われたんです、これ。本当に、当時半年前ぐらい。あ、ありがとうございます、バーガー5個。本当に半年前ぐらいに、ね、お前それちゃんとしたやつをやってないとか、だから実際そうかわからないとか、あとは背中にね、手と足だけしか本当に失神出なかった。失神っていうか、できもんできなかったんだけど、失神っていうの、発疹？うん。でも、ちゃんと検査しないとわからないと、背中のは本当にアンチの加工なんですけど、うん。わかりますか？じゃあ、結果を見せます。じゃあ、まず、この用紙から説明をいたします。うん。用紙から説明いたします。こっちの、下のこの紙。これが、梅毒の検査結果です。そして、こちら。こちらが、HIV の検査結果です。梅毒の方は、こうなんか誰でもこう見れるようにできてるんですけど、その HIV ってやっぱり結構重要な病気じゃないですか。だからだと思うんですけど、そのね、最初もこれ開いてあるんだけど、最初、ここがなんかこう、糊で貼っ付けられてあって、糊っていうか、まあ糊みたいな、一回こう開けるとすぐ取れるんですけど、一回糊みたいなので貼っ付けられて、こうで重要書類みたいな。わかる？開封方法ってあるでしょ。最初ここがね、こうやって完全にくっついてたんですよ。で、本当に、医師が目の前で、その検査結果、ね、ちゃんと、俺っていうか、その検査した人を目の前に寄せて、その担当した医師と自分しか分からないように、やっぱ重要な個人情報だと思うから、目の前で開けますよって言って、今これ、ね、封されてますよねって、誰にも見せてませんからねって言って、で、それで、僕とね、あなたしか分かりません。じゃあ今目の前で開けますって、大切な個人情報です。いいですかって言われてから、こうなんか開けたんですよ。でもね、その時ね、マジでドキドキした。マジで、いや、絶対ね、うん。いや、違うとは思ってたんだけど、なんか、その瞬間、でも確かになってたら人生の終わりみたいなところがあるわけじゃないですか。で絶対違うとは思ってたんだけど、でも確かになんか、そんな目の前になんかそんな風になんかさ、もったいぶられて言われたら、で、もしこれが、ね、本当にダメだ、もうなってたらもう人生終わるじゃないですか。で、どうしようと思って、マジで、あれだったんです。本当にね、本当に、その時は、マジでもこれからね、その時は本当にパチンコの格変も一生引けなくてもいいから、ね、なってないでくれ、そっちの方を引いててくれ、みたいな風に思っちゃって、ちょっとドキドキした。でも考えてみたら、そういうようなことがあった後に、なんか熱とか出た時とかは過去にあって、もしかしたらとかなんか思っちゃったわけですよ。まあ、たまたま風邪だとはもう思ったんですけど。うん。いや、そんぐらいね、なんか、この時はドキドキした。なんかもうすごいなんか、密室の状態で大切な個人情報ですって。僕ね、医師の私とあなたしか知りませんと。もうそんな感じで伝えられて、いいですか？開けますよって言われて、ね。他に誰もいませんからと。で、静かに開けられた。うん。そうっす。じゃあ皆さん。まずどちらから見たいですか？どちらから見たいですか？梅毒と HIV どちらが見たいですか？どっちから見たいですか？梅毒。梅毒からいきますか、じゃあ。梅毒からいきましょう。ちょっと待ってください。延長してからにしていいですか。じゃあ、まず。これ、ね。ちゃんと見てください。赤信号ってなってますよね。これ、間違いなく僕のです。間違いなくこれは僕の検査結果です。うん。うん。
ね、これ間違いなく僕のですよね。間違いなく。材料血液検査になっておりますね。ここです。梅毒。よかった！よかった！よかった！マイナスってことはかかっておりませんってことです。ね。陰性ってやつですね。陽性ではありません。陰性です。だからかかってないってことです。マイナスってことはかかってないってことです。ね。かかっておりませんってことです。わかります？ちゃんと、これ僕、間違いなく僕のですよ。これ見てください。間違いなく僕のです。うん、血液検査ね。あ、やばいやばい！あ、ちょっと切れちゃった。切れちゃった。なんか、舌が粘ってて切れちゃった。うん、はい。ちょっと今切れちゃったけど、これ間違いなく僕のですかね。ほら。うん。マイナス。粘る。さっきね、あれさ、ガリガリ君をちょっとこぼして、ちょっとだけ濡れてた。はい。見えますか？ちゃんと間違いなく僕のです。上のとこ見てください。書いてありますよね。赤信号って。はい。マイナスってありますよね。こう梅毒ってありますよね。間違いなく僕のですよね、これね。うん。はい。ということで、まずこれが梅毒の結果です。これが梅毒の結果です。そしてこれが、まあ、梅毒は、まあ、僕も調べました。ペニシリンっていうもの、昔はね、不治の病だったんですけど、今はペニシリンっていうものを投与すればね、うん、早い段階でね、もう悪化してから第4段階ぐらいまであるんですけど、早い段階で投与すれば、今は完治する病気です。ただあまりにも進行してるともう手遅れになってしまいます。うん。はい。そしてこれが、こっちはやっぱ重要なんですね。目の前で開かれた、こっちが HIV の、うん、検査です。ちなみに HIV ってなんだか皆さん知ってますか？うん、もう今は不治の病ですね。もうそれこそ本当に、今の世界、HIV の、もし、特効薬なんか作れたら、マジでこれは、ノーベル賞の科学部門をね、間違いなく取れるレベルの、やつですよ。もし本当に、未来のトランクスとかが、ちょっとドラゴンボールの話になるんですけど、そんな薬をね、もし持ってきてくれたら、それは歴史が変わってしまうかもしれないけど、歴史が改変されますけど、まあ、こんな話はいいか。うん、じゃあ、次、行きますか。行きますか。ちなみに、これ僕なんで検査しようと思ったかわかります？ちなみになんで、俺検査しようと思ったかわかる？いや、リスナーの女の子からね、やっぱりみんなに拡散された半年前ぐらいに、画像拡散されて、ね、はるひさんって HIV なんですかとか言われて、梅毒なんですかって言われて、これだと僕の女の子のね、リスナー、うん、オフパコできるリスナーが減ってしまうと。
思ったので、いつか証明しようと思ってたんですけど、でも、なんか俺ほらめんどくさがり屋じゃないですか、皆さんが知ってるから。皆さんが知ってるからめんどくさがり屋なんですよ。皆さんも知ってる通り。だからいつ行こう、いつ行こう、明日行こう、明日行こうってやってたら、半年過ぎちゃったんですね。で、この前たまたま4月4日にたまたま、ああ、じゃあそろそろ行くか、っつんで、行ってみたんです。はい。じゃあ次行きます。いきますよ、皆さん。検査結果。ちょっと待って、どこから見せるか。いきますよ。いきます。はい、見えますか？あ、もう結果出ちゃってんじゃん。しまった。結果見えちゃってんじゃん。結果見えちゃってんじゃん。しまった。範囲をうまく調整したつもりが。しまった。結果、うまく範囲を調整したつもりが見えてんじゃん。はい。もう出ちゃった。すいません。あー、こっから閲覧下がるわ。こっから閲覧下がるわ。ちゃんと見えますか？HIV 検査報告書。ね、新宿駅前クリニック。はい、間違いなく僕ですよね。関慎吾様。僕ですよね、間違いなく。うん。うん。はい。検査結果。マイナス。つまりは陰性。かかってないってことです。で、こちら。ね。こっち。こっちもなんか検査結果証明書ってのがあって、関慎吾さんもね。患者名、関慎吾さんも。HIV、体現って読むの？体、クリア、マイナス、判定マイナス。つまりは陰性。つまりは、かかってないってことです。あー、ちょっと閲覧が、だからすぐ発表したくなかったね。だから、すぐ発表したくなかったね。うん。マジで。だからすぐに発表したくなかった。うん、ああ、もう、ほらだからね、発表したくなかったんだよ、すぐに。いや、分かってたんだよ、すぐ。閲覧なくなるの。もうちょっと引っ張ればよかった。うん、はい。わかります？ほら、これマイナスって書いてあるのが陰性ですかね。これは0ってことです。こっちのは。これは僕の結果じゃないから。これがフローチャートみたいな。ね。マイナスが陰性ってことです。わかりますか？ほら。うん。ちゃんと書いてあるでしょ？結果って。はい、書いてありますよね。関慎吾さんの。検査結果報告書、マイナス。かかってないってことです。ああ、もう、閲覧下がんなし、マジで。いや、分かってたけど。はい。まあ、こういう結果になりました。ということで、皆さん、ね。僕の背中に、ね。僕、手足口病だったんですよ。うん。あ、レインボーさん風船に書いてます。だって、ちゃんと俺調べたけど、梅毒とかさ、こうなんか、いろんなとこに体中にできる、まあ、手足にもできるって書いてあったけど、でも、手足よりも、こういうお腹とか背中にできるらしいので、お腹とか背中には できてなかったかな。うん。で、それでいて、梅毒でできるその、バラチンっていうやつ。あれは痛みがないんだって。梅毒でできるもの。あ、激鉄さん風船10回あります。でも、俺のは、手と足にしかできないし、手と足にめちゃくちゃ強烈な痛みが伴ってた。痛みを伴ってた。うん。わかりますか？だから、ま、ネットで検索した症状を見ても、どう考えても違うんですよ。でも、それを見た、ね。それを、当時の半年ぐらい前の放送を見たリスナーが、俺は、ね。梅毒だとか HIV だとかめちゃくちゃ言われて、
そう。で、ちゃんとした検査結果もしてないくせにって言われて、で、それを見たね、さっきも言ったけど、女の子のリスナーとかが、ね、ハリさんってもしかしてそうなんですかって言われて、それで、あ、これは女の子に嫌われてしまうと思って、いつか検査しようと思ってたんですよ。うん、はい。で、それをめんどくさくていかなくて、ついこの間やってきたって、で、今こう検査結果を出してるっていう、そういう状況です。簡単にまとめると。うん。てかさ、本当にさ、画像を加工してまで、二ちゃんに拡散したやつ、まじこれ名誉毀損ですよ。本当に。名誉毀損って、いいっすか、事実でも罪になるし、しかも事実じゃないこと、わざわざ背中を画像加工してまで、ね。背中の画像を加工してまで、事実と異なることをばらまいたやつ。これさ、マジ俺から訴えられたら俺慰謝料取れるよね、マジで。これ普通に立派な名誉毀損ですよね。本当に。うん。これ立派なね、2ちゃんで拡散したやついますよね。で、いろんなとこで言われたからね。うん。いろんな配信者に会うたびに、なんか梅毒だとかいじられたり、あとニコニコの公式の放送とか出るたびに、出演者とか、あとはそのスタッフの人に梅毒ですよねとかって、めっちゃいじられて。で、中には本当に信じてる人もいると思うんですよ。中にはガチで信じてる人もいると思うし。うん。いや、これは、ちゃんとした、ね、名誉毀損罪なんじゃないのこれ。うん。これは完全な名誉毀損でしょ。マジで。うん。ちょっと待って、閲覧がみるみる減るのだけは本当にやめてほしいんだけど。もう、これで終わりやないか。うん。閲覧がみるみる減るのは本当にやめてほしいんですけど。うん。整形してるって本当の。いや、それは本当ですよ。それは本当。うん。はい。ね。それは本当です。うん。うん。整形してるってのは本当ですね。はい。皆さんどう思います？あの当時半年前ぐらいにめちゃくちゃ俺言われたのは梅毒だとか、梅毒だとかね。あとは、まあ、HIV だと再三言われたんですけど、この結果を見て皆さんどう思いますか？あんだけ言ってきた人たち。あ、辛口さんハートでございます。どう思いますか皆さん。この結果を見て。俺大体ずっと言ってたやつのアカウントとか覚えてるからね。結果結果を見せつけられてね。どう思うんすか？皆さんどう思いますか？散々言ってた人、半年前ぐらいに散々俺のことを名誉毀損した人、事実と異なることを言ってね。俺黙っちゃうのか、おい、ちょっと。あん時散々言ってたくせに黙るんすか？結果見せつけられたら黙るんすか？ねえ。それ卑怯なんじゃないの？散々、ね、事実をねじ曲げて騒いでたやつ。うん。おい、事実突きつけられたら黙っちゃうのかよ。あ、ナールさん目が回ります。うん。検査前に治った。いや、だから治んないから。治んない。HIV とか治んないですから。うん、ね。ちゃんとこれ書いてありますよね。4月4日って。うん、ちゃんと検査日時見てください。ね。検査、わかる？受付日。わかるでしょ？これ受付日が検査日だな。4月4日。平成30年の4月4日。ね。書いてあるでしょ？ちゃんと。うん、ちゃんと書いてありますよね。うん、はい。はい。嘘じゃないですか。本当ですから。
お前が早めに検査しとけばよかったと。え、なに、謝ることを知らないのね。散々ね、画像加工してまで拡散したやつがいるんだから、にちゃんとかで。俺、マジ一時期超言われたんだから、本当に。そんな事実と異なることまで、捏造してまで、ね、画像加工してまで、騒いだやつがいるのに、すいませんでしたってことはないんですか？うん。すいませんでしたってはない。皆さんは謝ることを知らないんですか？うん。皆さんは謝ることを知らないんですか？自分が間違ってたら、謝るのが人の筋ってもんなんじゃない？うん。謝るのが人の筋なんじゃない？おかしくないですか、それ。うん。勝手に決めつけてさ。売名だの、売毒だの、散々言われようだと。そう、なんかそんなこと言ってたやつもいいんだよ。あのね、俺がね、売毒とか HIV だとかって言って、こいつはね、そんな嘘をついてまで売名をしたがるのかとかって言われたりとかして。いや、俺がアンチに勝手に拡散されたのに、勝手にやられたのに、散々な言われようだからね。俺が勝手に名誉毀損されてるのに、もう関わらず。あ、ありがとうございます、風船。うん、すいませんでした。ね。そう、謝ってくれればいいんですけど、謝ってくれれば全然いいんだけどさ。うん。散々な言われようだって、そんなことしてまで名前を売りたいのかとか、言われたからね、一部の人に。勝手に名誉毀損されてるのに。うん。いや、でもね、よかった。でも結果が、大丈夫でよかったですね。でも本当にね、マジで怖かった。本当に。まあ、さっきも言ったけど、本当にその検査結果を見るときに、もう本当、密室なね、ところで、医師に呼ばれて、で、医師もその結果をまだ知らないの。そう、この完全にこう貼られた状態。これがね、糊で貼られた状態。この結果が。これが完全に貼られた状態で、こうやって医師にこう言われて、で、これはもう非常に重要な個人情報だから。うん。だから、周りに誰もいないですよね。医師の私と、ね、患者さんのあなたしかいませんよね。確認してくださいって言われて。で、これは、まだ結果は、その医師もだから多分知らなかったんだと思う。そう。これから結果を開きますと。うん。で、医師でも多分本人の目の前でじゃないと。開いちゃダメなんじゃない？重要な個人情報だから。うん。で、あなたしかね、僕と、ね、医師のは、私とあなたしかいませんよねって言われて。じゃあ今結果を開きますねって言われて。うん。いや、なんか、その状況を、本当に、その状況はマジで、俺ももしそうだったらどうしようっていう気持ちになった。本当、その時は、ね、本当にマジで、いや、これマジどうしようと思った。うん。その時はマジで、なんかその状況的に、ちょっと怖かった。うん。で、こう、もう少しずつこう、少しずつこう開かれて、あ、このような結果ですみたいな感じで、マイナスっていうの書かれて、うん。で、マイナスってことはこれ、陰性でかかってないってことですよねって。言ったら、はい、そうですって言われて。うん。まあ、お医者さんもさ、なんかそんな、あ、よかったっすね、マイナスだからかかってないっすよみたいな、医者っていう立場上そんなね、多分喜び方もできないんだろうなって思って。だからもうちょっとなんか、すごいなんか冷静なんですよ、医者って。うん。このような結果ですって感じで。え、もうちょっとなんか、言い方あるだろうな、みたいな。かかってないんだったらもうちょっと言い方あるんじゃないのって思ったけど、よくよく考えてみたら、やっぱ医者って立場上そんな拍手もできないだろうし。うん。そう。まあ、こんな感じっすね、うん。そんなことがありました。いやでもね、これほんと、もしそうだったらね、どうしようと思っちゃったよ、その目の前に立たされたら。本当に。いや、これはマジで人生、今後の人生に関わることですから。本当に。うん。そうですね。うん。いやー。
いやー、ちょっと怖い思いしましたよ。陽性だったら拍手されてる。それはないだろ。陰性、じゃあ、でしょ。ああ、違う。アンチかよ。まあ、こんな結果となります。はい。こんな結果となりました。ということで。はい、皆さん。まあ僕のね、疑いも晴れたところで、閲覧もぐんぐん減ってきてますけど。こいつらマジ。なんかさ、君たちのこと本当にさ、もうイラついてきたわ。マジで。なんなのマジで。これでさ、もし陽性だったらさ、どうせ閲覧がね、さっき発表前に閲覧800ぐらいまで行ったけど、もし陽性だったらこれまた今度1500ぐらいまで行くくせに、1500とかまで行くくせに、陰性だったら、ああ、あんだ、解散解散みたいな感じで350まで落ちてきた。あんたらマジで人の不幸が好きすぎるでしょ。本当にね、マジこういう、こういう閲覧見るとマジでイラってくるんだけど。本当に。ああ、匿名の方ある。お前が、お前が、お前が、あらどして脅威だとして、ああ、ありがとうございます。いや、本当にね、花火投げろや、ちょっと。疑ってたやつすいませんって、花火一個投げろや。散々ね、ネットでさ、俺のことを、あいつは性病だと、HIV だと、梅毒だって決めつけてたやついますよね。そいつらごめんなさいって花火一個ずつ投げろや。一人一個ずつ。俺覚えてるかな、ドイツがね、決めつけてガセ情報を流したかとか、大体覚えてるから。疑って、ね、その嘘の情報をネットに拡散したやつは花火一個ずつ投げろやん。いや、マジで、本当に。いや、ほんとこいつらマジでやだ、本当に。これでもし、陽性だったら、あ、なるさんです。陽性だったら多分、閲覧1500ぐらい行ってたの。まだ分からないって状態で800だったから。で、なってませんで、350ぐらいまで減ってきてる、この感じ。本当にさ、インターネットの人たちってこんなだよね。人の不幸が、蜜の味みたいな。もっとこのネタなら盛り上げられた。いや、わかる。もっと引っ張れば多分もっと盛り上げられたと思うけど。でも別になんかあんまり、長くみんな引っ張っても申し訳ないから。だからまあ僕のそこは両親が働いて、まあ閲覧を継続するって意味ではもっとね、もうなんだろう、4時間ぐらい発表しないとか、そうすればあれだったわけ。はい。まあこれが検査結果になっております。で、いつ発表しようかなと思って、まあ、検査結果ってか、これ、お金もかかったんで、これ8000だっけな ?8000 かかったんですよ、検査結果。あと、往復代もかかってるし。だから、もっと金かかってんですよ。で、一回検査して、で、その後後日また行かないとだって、往復代とか、車の駐車代とか入れたら、結構金かかってるんで。よっさんなら花火100発で発表。あ、そういうこじり方があったのか。そういうこじり方もあったのか。まあ、このような結果になりました。はい。まあ、よかったっすね。まあ、アンチからしたらぐぬぬって感じかもしれないけど、よかったです。あ、おばあちゃんさんから、お前が、ありがとうございます。今日、皆さん、めっちゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。
吉江さん、あっちの部屋いるんですよね。あっちの部屋にいるんで。うん、そうっすね。保健所なら無料。いや、知ってる、知ってる、知ってるけど、保健所なら無料なのは知ってるんだけど、なんか無料のところで、なんか、ちょっと嫌だなって思って。まあ、さっきも言ったんだけど、なんかさ、病院だと、それ専門だからさ、なんかこう、そういうのをなんか扱ってて当たり前みたいなところだから、なんか行きやすかったんですよ。で、なんか保健所だと、なんだろう、違うものも扱ってるわけじゃん。なんかそんな中、性病かもしれませんとかつって無料で、ね、検査をしに行くのがなんか恥ずかしくて。だちょっとだけ、まあ8000円って結構高いですけど、まあちょっとお金かかってもいいやと思って、なんか恥ずかしさで行けなかった。なんか恥ずかしくないですか？無料で。そんな保健所って他のものも扱ってる、なんかそんなの行くっていうのが。でも病院ってそれ専門だから、なんか行きやすかったんですよ。わかる言ってること。うん、そういう検査を数こなしてるし、病院だしみたいな。なんとなくのイメージで、そう、ちょっとお金かかっても、なんか行きやすかったから、なんとなく払っちゃった。うん、そうだね。で、保健所だとほら、あれじゃん。違うもので、違う案件でもあるわけじゃん。人が来たりするから、なんかそういう中で、なんか、なんて言うんだろう、他のそういう人じゃない人と一緒になることがちょっと恥ずかしかったっていうか、なんて言うんですかね、わかるかな、うん、だから、病院っていうか、こういう専門のところで見てもらったっていう、検査してもらった。あー申し訳ない。おいが、あらら、説教、いや、別に、あらよ、あーす親はあっちの部屋にいますけど。うん、そうっすね。はい。病院の方がもし病気発覚しても治療してくれるからね、保健所は調べるだけ。ああ、まあまあまあ。まあでも、検査結果は無料だから、本当は保健所の方がいいんだろうけど。うん。なんか行きにくくないですか？だって皆さんがもしそうかもって思って検査しようって思った時、どっち行きます？保健所と、そういう病院に。保健所はタダでやってくれるんですよ。病院だとお金かかんの。まあ数千円とかだけど。どっち行く？で、俺も最初保健所行こうと思ったの。タダだし。金かか、無料だから、なんか、ね、金かかるよりいいやって思うじゃん。でもなんか保健所って違うものも扱ってるし、なんかそんな中自分だけがそういうところになんか無料でやってもらうっていうのがなんか恥ずかしくて、行けなかった、うん。だったら、そういうね、同じ専門の、そういう人たちをたくさん見てる中で、そういう人が行くのが当たり前で、そういう人しか行かないところでやってもらった方が、なんか周りも同じような人たちだし、なんかこう行きやすいっていうか、検査しやすいっていうか、なんかそういうのあるじゃん。恥じらいから、まあ、ちょっとお金かかってもいいやと思って、病院に行ったんです。僕はね。うん、はい。まあ、こんな感じっすね。てかさ、これさ、あれだね。なんかサムネが真っ黒になってない？サムネ真っ黒になってないですか？なんでだろう？あの、手と足がダメだったのかな？手と足がダメだったのかな？なんかサムネ真っ暗になってない？うん。なんかサムネ真っ黒になって、なんでだろう？手のあれがダメだったのかな？これの検査結果の書類見せるだけだったらいいのかな？たまにこれ運営規制みたいなされるんだよな。なんか黒くなってるよね。ちょっと枠取り直すか。次の延長のとこで枠取り直すか。多分手とかがダメなんかも、ちょっとグロい映像とかだと。まあ、そんな別にそんなグロくないですけどね。うん。うん。まあ、若干グロさがあったのかな、わかんないけど。じゃあ次は、じゃあ書類を、検査結果の書類を、
サムネにしよっか。あ、次は取ります。まあ延長してもいいんだけど。どうしようかな。どこの部分をサムネにするか。みんな閲覧がマジでさ、やめて本当に。なんかひどいわ。みんなひどいわ、閲覧。本当にひどくないですか、皆さん。マジで。うん。閲覧が本当にみんなひどいよ。この閲覧まで見ると、本当みんなってひどいんだなって思う。マジで。うん。本当にひどくないですか？なんだ、なってねえんだ、つまんねえっつね、帰ったんでしょ。うん、やっぱ小出しに言ってた方が良かったね。いや、わかる。結果は分かってた。うん、こういうね、閲覧が下がる結果には分かってたけど、発表したら。よっさんなら3時間引っ張る。ニコニコでも導いてくるか、うん、ニコニコのお知らせで導くか。森なら花火50発、うん、てかとりあえずこれさ、8000円かかったの、これ検査するのに。8000円、みんなが言わなかったら検査してなかったよこれ。どうしてくれんのそれ。プラス2回往復したんすよ。車止めて駐車代も交通費もかかって2万以上かかったんじゃないのかな、下手したら。検査が8000円でしょ。で、あと往復で3000円で6000円でしょ。で、駐車代も確か1000円ちょっとぐらい取られた気がするから。2回。2万はいかないか。うん。でも2万近くいったんじゃないの？ 1 万、6、7000とか8000とか。なぜ新宿を選んだ？あ、なんかね、その性病科みたいなのがないんですよ、なかなか。こっち田舎だから、あんましちゃんとしたとこがなくて。で、あとほら、都内、検索するとやっぱ都内の病院ばっか出てくるのね。うん。で、それで、なんかほら、新宿ってなんとなくのイメージだけど、やっぱそういう人が多い気がするから、そういう病気な人が。もうやりまくりみたいな、みたいなイメージがあるから。ラファエルさんも新宿で歩ってる、ね、3人に2人はクラミジアみたいなこと言ってたから、まあ冗談でね。うん、やっぱ新宿ってのはそういう件数が多いのかなってのと、やっぱそういう、ねえ、なんかそう、ちゃんとした、なんかそう、検査行くとこが多いのかなって思って、なんとなく、だから新宿あたりで検査した方がいいのかなって思って、で、こっちはほんと少ないんですよ、検査できるような専門のところが。と、あと、ここの新宿駅前クリニックが、すごいなんか良心的な価格でやってたから、全部。うん。なんかね、書いてあったんですよ。その、ここは、なんかその、保険のやつだと、保険が効くやつだと、そっち、保険が効くなんかそう、治療で十分利益が出てるから、保険が効かないやつでも、良心的な価格でやりますみたいなこと書いてあって、あ、安いんだと思って。で、それでいてちゃんといろんな人が通ってるらしくて、で、口コミみたいなのもなんか人気ですみたいなのが出てきたから、人気っていうかいい病院でしたみたいなのも出てきたし、で、なんか新宿の中で、あ、ここがいいのかなってなんとなく思って。そう。そうですね。うん、はい、じゃあ次枠サムネを変えて撮ります。次枠サムネを
変えて撮りますんで、うん、まあ次も来てください。ちょっと腹減ったな。はい、ということで、うん、いやー、ということで次枠いきます。お疲れ様です。まだちょっと早いか、4分ぐらい。まあ、HIV っていうのはね、そのエイズを発症する前の状態っていうか、まあ一緒っていうか、なんて言うんだろうな、その段階的なものなんですよね。うん、面白いネタを面白く見せる技術がないのは。だってこんなのだってすぐ終わっちゃうじゃん。あとはだってリスナーがイライラして閲覧を継続するために発表を伸ばすぐらいしかできないじゃん。うん、こんなの動画とかにしたらもののだって数分で終わっちゃうネタやないか。結局結果言うだけだから。うん、あ、結果はなってませんでした。うん、まあ、次枠もちょっと取りますね。はい。次枠取ります。お疲れ様でした、いった。ちょっとあと3分ぐらい。あ、過去の動画を流しながら、ことの、ああ、なるほど。あ、その手があったか。そっか。その手があったか。確かに。そっか。その手があったね。確かに動画とかを入れれば引っ張れるよな。うん、普通テレビ番組ってそんな感じで伸ばすよね。結構閲覧が取れるっていうか、視聴率が取れるものは引っ張るじゃんね。結構テレビ番組とかそういうことする番組あるよね。今からやり直したら、いやもう結果わかってるじゃんみんな。今から見に来る人もいると思うけど。うん、久しぶりに慎吾見た。どうもどうも。じゃあ次枠も取りますんで、一旦お疲れ様です。一旦お疲れでした。うん、お疲れ様です。初めからそのテンションじゃバレバレ。いや、それも考えたけど、下手に引っ張ってちょっと人を騙すのも良くないかなと思って。ということで、皆さんちゃんと拡散してね。うん、皆さん、拡散してください。いや、僕がね、実際違ったのに、そうだって拡散しましたよね。その時みたいに違いましたってちゃんと拡散してくださいね。どうせ皆さん拡散する気ないと思うけど。ということで、次は取ります。一旦お疲れ様です。おつおつ。